まあ、中村俊輔の方が少し下がってバランスを取ったりするような感じですか。はい、カーベいきます。逆サイドをちらっと見ながらアダウトもいるがシュート、キーパーの股間を狙って追加点。いやこれまた彼の良さが一つ出ましたね。はい、うん、さらにカバーを上げましたカーベ。今の股下は狙ったんじゃないですか。狙ったと思いますね。まあ、浜田もよくの、ね、見えてましたね。ノールドキングのパスがまた正確でしたね。狙ってますね。そうですね。今日2得点です、カーベ。